順位にこだわるのってさ、きしょいよ、君たち。きしょい。もう今の時代って、あれだよ。運動会とかでも全員で手をつないでゴールするんやで。もう早くその時代が来てほしかったわ、船長。逆に。船長さ、昔、小学生の時に、もう、船長ってむちゃくちゃ足が遅くて、50メートルとか10秒台なんだけど、むっちゃ足が遅くて、リレーとかが、もう、ほんとに苦手だったの。で、あれってさ、でも、待って、すげえブスな、マリン船長。アンパンマン僕アンパンマンマリパンマン僕マリパンマンって何だったっけ。すごい、かけっこが嫌で、で、そのかけっこでさ、船長足が遅いから、船長が走ると、一気に抜かれちゃうの、みんなに。で、クラスメイトが、あー、みたいな顔でさ、見るじゃん。あれがトラウマで、船長だから、小学5年生くらいから、高校3年まで、全部体育祭休んでるの。全部休んでんの。もう怖すぎて体育祭っつうもんが逃げ続けてる。永遠に。トラウマになっちゃって逃げてる。ずっと。そう。だからね、船長ね、マリオカートもみんな争うのはやめよう。みんな争うのはやめよう。陰キャや。そうですね。陰キャです、船長は。船長は昔から絵が描けたけど、でも、なんか、大人になってからはさ、絵が描ける方がさ、確かに アドバンテージというか、なんか絵が描けるってことでみんながすごいって言ってくれるけど、子供の頃ってさ、やっぱり運動できる子が、うわー、運動できる子がスターじゃん。だから船長、子供の頃は絵が描けなくなっ、絵が下手になってもいいから足が速くなりたいって思ったね。今でこそ大人になってさ、オタク文化がさ、有名になってさ、絵が描けるっていうのがアドになったけどさ、昔はそうだったなぁ。危ね、危ね。わかる？スクールカーストね。っていうわけだから、みんな、あーん、あーん、みんな、くらえ！あ、あ、くらわせる前に雷食らっちゃったん。というわけだから、危ないじゃん！マリオカートでも、あー、あの、ターミネーター。マリオカートでも、争うのはやめよう。みんなで手をつないでゴールしないか？君たち！手をつないでゴールしよう！みんな、みんな、止まって、船長の横を並ぶんだ、君たち！君たち船長に並んで走れ。船長に聞いてんのか、おい、配信の声聞いてる。船長に並んで走れ。君たち船長とみんなでゴール。あっはっはっは。おい、雷取った子、雷使っちゃダメだよ。雷を使うのはやめよう。お、キノコ来たで。よっ、ブン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 。あ、何すんだお前。お、貴様、貴様はもう一緒にゴールしてやらんからな。仲間外れだ、仲間外れ。さあ、いいアイテム取るぞ。おーい、それダメ、一番ダメなやつだよ、君。それ使っちゃダメ。くらっ、後ろにも、前にも。ま、あんしゃ。は、ここ曲がるの難しくないか。いやん、いやん。スター持ってるから関係ないんだもん。ぴょいんぴょいん。さあ、ここから、あ、ガンガン飛ばさせていただきます。君たち、行かしてもらいますよ。ブンブンブン。イエーイ。アイテムも取っちゃって。いい目が出ろよ。ドゥ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 。お、ファイヤーボールです。おりゃ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 。スターなんか取っちゃって、この順位帯でスターなんて。うわぁ、みんなみんな手をつないでゴールしよう。みんな止まれ止まれ、みんな手をつないでゴールしよう。みんな協調性がないんか、こいつら。マジで協調性ないな。頼むで、マジ頼むで。おい、熟女が1位じゃねえか。